こんばんは。今日はこちらの食材を使ったただのモリネロに挑戦していきます。レモンを切っておきます。タラに塩コショウをまぶします。薄力粉をまぶします。バターを切らしてたので油で代用します。タラを焼きます。北川博之特製タラのムニエルの完成です。タラのムニエル完成しました。レモンをかけて早速食べていきたいと思います。パセリもまぶしました。ではいただきます。あ、めっちゃうまいわ。外がサクッとしてて、うまいな。よかった、大成功です今日も。